はい、アンチに対してですよね。まあアンチの方の言葉とかね、ネガティブなワードっていうのは、まあ、多くの方の心をねすごく足を引っ張るんですけども、まあ、私はあんまりね影響されないんですよね。そればかりかアンチの方が発したアンチワードっていうのが私プラスにしか受け取れないんで、結局あ儲かるなとか勉強になるなってことばっかりなんですよね。だからね、悪いことが起きても良くなるし、いいことが起きたら良くなるし、どっちにしても結局プラスになるんで、どっちでもいいかなと思うんですよ。でアンチの方からやっぱり回収したお金っていうのは、売り上げたお金っていうのは私のファンの方に使えるんでね。だからまあ速稼塾の支払いが30年ローンとか実現できるんですよ。だからアンチの方のおかげでファンの方もすごくね柔らかい支払いができるということで、本当にみんな万々歳なんですよね。で以前のことですけども、1万4000サイト私が運営した時っていうのは、久保哲郎とか速稼塾で検索するとやっぱりね3ページ目ぐらいまで全部私が作ったダミーサイトがいっぱい出てくるんですよ。いろんな名前でいろんな匿名で出てくるんですよ、いろんなものが。で全部私を責めたりなんだりしてるけど、結局はセールスページがあって売り上げ上がるみたいなことになってるんですよね。だからね、サイトアフィリエイトってすごく面白いのは、久保哲郎を責めるために検索したのに、それ全て私が作ったサイトなんですよね。でそのサイトを見てアンチの方がいろいろ影響を受けて、結局私の意のままに動いてるということなんですよね。だからアンチはね好きだらけなんですよ、本当に。アンチを何と言いますかね、本当気の毒なぐらい、アンチの人とか人を責めようとしてる人って足元がものすごくぐらついてて、人を呪わば穴二つってのよく言ったもんで、穴二つどころか穴一つでいいんですよ。人を呪ってる人っていうのは、人にアンチしてる人っていうのはどんどんね深みにはまっていって終わっていくみたいなね、すごく気の毒な部分がありますんで、できればねその気の毒なことになる前に、なんかこう共感点がお互い見つかってね、学び合える仲になってグッドになってほしいなと思いますけどね。アンチの方は本当に最高の養分になります。本当にアンチとかね、人を攻撃するとか人の足を引っ張るっていうのは本当に心理状態測られやすいんで、気の毒だと思いますよ。一生懸命ねバットボタンを押す人いますけども、その心理すごくシンプルなんですよね。もういとも簡単に操られちゃって、よしバットボタンつけさせるためにこの動画作るかみたいなことをやられてるんですよね。でそれでまんまとバットボタンを押すから、まあ、ますますね手の上で転がされちゃうんで、だから気の毒だなと思いますよね。で善のパワーっていうのは、なんていうのかな、金のためでもない、名誉のためでもない、自分のためでもない、命もいらないっていうやつが一番使えないんですよ。一番厄介なんですよ。こういうふうに自分の欲でなくて、なんすかね、万物普遍の正義みたいなのに向かって動く人ってのは、どんな脅しもどんなね交渉も通用しないんで、これは大変です。でもアンチの方ってのは本当にシンプルなんで扱いやすいんですよね。だからアンチにならないようにしなくちゃ僕も